dare to enter the mayhem. Jack-O.与えられた使命と自らの運命、この暗い部屋の中で彼女はそれらを十二分に自覚していた。しかし急を迎えた事態は彼女の存在を不完全なものとしてしまうのであった。おはよう、イノちゃん。おはよう。予定よりちょっと早く起こしちゃったけど、調子はどう？頭も体もちょっとぼんやりしてるかな。それからね、断片化された記憶と性格の情報が不安定ね。魂の半分以上は孤立系の本体からダウンロードしきれていないみたい。相変わらず彼もプレゼンテーションを返さないから些細な盲点を見逃しやすい。天才ってだけで完璧なわけじゃないのに。だから友達が少ないのよ。ほんと私自身がこの解決に専念できないことが歯がゆくてしょうがないわ。身体機能そのものに不調はないみたいだから、試運転と時代の認識も兼ねて。外の空気を吸ってくるね。え、ちょっと待って、遊んでもいいけど、あめちょうだい。トリックオアトリート。メイ頑張って。オッケー。やっ、いくよ。 Heaven or Hell Duel Duel One One Let's Rock。
Jack, a win. Straight. Great. 怒りを分回したなんて、おキャンな子ね。この時代ではそれがいまいおしゃれなのかしら。近道はなさそう。Heaven or hell, duel, duel, one, one, let's rock! どう、どこ、ボディ？警戒しすぎね。チャンスの強い！いつかーできる！赤いボディ？いつかー！赤いボディ？ボディ？どうだ？あー！どうだ？どこ？あー！赤いボディ？ボディ？ゴー！It's not over yet. を解明した人と今朝庭の花が咲いたことに喜ぶ人、どっちが幸せかわかる？答えなんてないわ。ただこれに対してリスクの計算を始める人は不幸だと思う。難しい顔ばかりしてると幸せが逃げちゃうよって話。ジャック・オー・パーソンズ・アクソン、ゲットインツー。Heaven or hell, duel, duel, one, one, let's rock! どこに出してな？飛びな！飛びな！飛びな！どこに出してな？ごめんなさいね、ごめんなさいね。ごめんなさい。ごちそうさま！
人間は眠りから覚めると10分以内に夢の記憶を 90% 失うらしいからね。バルダ君も全部忘れるんじゃない？
オペが必要ですね。安心してください。保険証はいりませんよ。Heaven or Hell Duel 1-1 Let's rock! Don't say it! に旅行できるほど文明が発達しても地球の海底を調べ尽くすことはできないって知ってた？謎というものはスケールに比例して難解になるわけではないということね。あなたを見ていると人間の可能性もそこが知れないと再認識するわ。ジャック・オー vs. マイクロ Get ready to rock。お頼み申す。卒じながら冥府はいずこ。下道が笑えば民がなる。諸行に拉致なき沙汰あれば魔道の始末を受けるべきです。己は美濃の三品侍、指導死に花無用の所存。 Heaven or Hell Duel 1-1 Let's rock。 なぜだ。クラウド、
でもあと少し、もう少しで神になれなかったあなたたちにも安らぎを与えられると思う。それにしてもこの時代の魔法は随分汎用化されたのね。結局機械文明としての未来は避けられないのかしら。あ、イナちゃんだ。こんなところまで追ってきたの？後でちゃんと帰るのに。やっと見つけた。余計な手間かけさせやがって。Heaven or Hell, Duel 1, Let's Rock! It's not over yet. Keep on rocking.
あなたはまだ不安定なんだ。下手に動けば自分自身に負担がかかんだよ。ちぇ、自分だって不安定なくせに。ちゃんと後で帰るから、もうちょっと遊ばせてよ。ジャック・オー vs ソウソウ、ゲットイントゥイト。もうちょっと待ってよ。そう言うな。お友達のソルバッドガイも連れてきた。ソル？あれ、君そんな名前だったっけ。確かフレー、あれ、よく思い出せないや。なんでだろう、とても大切な名前のはずなのに。確か伝えなきゃいけないこと、一緒に、私はそのためだけに。でも君と一緒なら帰ってもいいかな。よし、狙い通りだ。では戻るぞ。いいよ。待て、仮面を取って顔を見せろ。え、いいけど。じゃあ飴ちょうだい。飴だ。複合補足剤なんだ。まだ厳正定義が定まってないから、マスクの下とちょいちょい摂取しないとダメみたい。それは戻らなければない。本当は持ってんじゃないの。トリックオアトリート。 Heaven or Hell Duel One Let's Rock。 ゴールドTurn up the heat.
記憶データを統合し、ジャスティス個体としての情報セクターを上書きする素体復元ユニット、ユノの天秤を人類に還元する役目。でもごめんなさい、せっかくの再会だけど今はまだ半分だから、あなたのことはあまり思い出せないの。それでも心が激しく揺れるのを感じる。きっと昔の私は相当あなたを思っていたようね。そんなはずはねえ。それが本当だとしたら、お前はアリアはジャスティスの素体だったってことか。そんなバカな話があるか。あなたの心も感じるわ。とても激しい背徳の炎と戦ってるの。礼を言おう。ソルバッドガイか。そう、今はあなたも半分なのね。Over!